ま。おはようございます。うわ、焼きそばか。うん。うわ、いいな。うめえよ。腹減るな。食ってないの。うわ。うわ。ありだな、焼きそば。うめえよ。焼きそばさ、私さ、はい、どのメーカーの焼きそばも好きなんだよ。あ、そうなんですか。マジで焼きそばだったら何でもいいのよ。一番俺も、決めらねえな。めっちゃ好きじゃん。うん。うわぁ、いや、気持ちがいいね。腹減るね。うん。うん。麺はやっぱ進めるな。おはよう。おはよう。ええ、何ランチタイム、うん、おはよう。あ、田辺さんだけね。あ、そうなんだ。うわ、うまそう。うん。うまそう。ちょっと焼きそばにしよう。ペヤング、一平ちゃんかな、でもやっぱ。ね、ペヤも。ねえ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 。はい。ねえ。はい。なんで？確かに腹減りますよ。なんすか？違う。腹減りますよね。ねえ。はい。なんでツルツル鳴らして食べてんの？ん？はい。この音をツルツル。気持ちいい。これ。気持ちがいいっすよね。気持ち悪い。はい。すっごい嫌なの。みーぬ。ああ、そういうタイプの人か。嫌じゃない？このツルツルすんの。いや、焼きそばですからね。不快じゃん。これ。焼きそばだからな。いや、やめてそれ。ツルツルすんの。だってすごい嫌じゃない？いや、別に焼きそばだから。だって普通に食べればいいじゃん。と普通に食ってますよね、うん。普通じゃないよ。だってすぐツルツルわざわざ音鳴らしてさ。いや、パスタとかだったらまあわかりますね。まあね。うんうん。言われるの。なんでわかんないの？そばだからな。麺だしな。わかんない。だって、ツル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 音嫌じゃない？こういうタイプの人いますよね。だってもうツルツルさ、もう、なんかな。みんなさ、こう、ラーメン屋とか行くんだけど。海外の人がね、言うんだったら、まあ。その前は、すっごい食べたい。日本でさ、はい、日本人がさ、しかもまあ、焼きそばよ。うん、いいよな。どうやって食えっつうんだよな。でもリーヌそれでなんか喋ってたんですよ。なんかずっと喋ってた。もう喋ってた。そうだからすっごい嫌なのリーヌ。いやあのねリーヌ。いやわかるよ。でもさその一応こう日本だしさ、ね、私も日本人だし焼きそばだしさまあおねえなんならうまそうじゃねえか。わざと立ててるわけじゃないっていうか別にね。だってこういうのって海外だとマナー違反なの。だから海外でしょ。ずるずるずる海外でしょ。行ったこともないくせに。ずるずるね、だからさ日本は遅れてんだよ。出た。ズル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 マナー違反ばっかしてるからさ、グローバリティがさ損なわれてるわけだよ。グローバリティもうさバカすぎんだろこいつ。すごいやだ。文句ばっかり。べしょこれいいのこの食べ方。なんでべしょって言ったんだ。この食べ方いいの。今までべしょくんだったのに急に。べしょこの食べ方いいの。いやさすがに切れすぎか。切れすぎだ。おつべしょくんな。あんな後輩呼び捨てして。じゃあどうやって食うんすか焼きそば。焼きそば、そうだよ、普通に食べるよ。ちょっと食ってみてくださいよ。え、箸ありますよ。あ、箸あるわ。そう、それは嫌だった。まあ、それは嫌でしょ。まあ、それは嫌だよ、うん。まあ、それは嫌だよな。それは嫌でしょ。あるでしょ。はい。ごめん。うん。美味しくなさそう。それはいいんですか、あの、途中でかじって戻すのは。すごい嫌だ。俺、それ嫌なんですけど。すごい嫌だ、私も今。途中でかじって。これ私それはいいんすかね。途中でかじって。かじきれないじゃん。それはいいんすか。あと、自分のだからいいし。ねえ、それはいいんすか。自分のじゃない、私のね。自分の食べてるやつだから。途中でかじって。ねえ。俺はリンの自分の食べ方だから。だからそう。だから同じことっすよ。そうだよ、私たち。俺同じこと。はい、田辺さん食ってだから、リンはもうそれ嫌で、私はさ。もう、だから。これは人様に迷惑かけてるじゃん。ズルズルって。みんな言ったらさ、もう、ガーって何これ今日何が起きてんのうるさいって。一番迷惑かかってんのね。私の。オーリエじゃないんだから。ね。本当だよ。じゃあなんだ私はさ。本題しか私は。何、ね、オーリエじゃないんだから。オーリエって何、オーリエじゃん。オーリエだよ。ねえ。オーリエなの、ずっとオーリエだよ。マジで。誰それ。じゃあ差し詰め本題師ですか。私が本題師だったのかよ。え、じゃあもう、ね、じゃあもうお別れだな、もう。法系の専門家の。うん。ねえ。いや、これは事実なんだよ。別にそんなの、ね、が何、その人たちが何なの。だから、オーリエじゃん。オーリエなんだよ。蕎麦国に行って、本田医師の蕎麦の食い方が気に入れなくて、今夜牡蠣になったオーリエじゃねえかよな。まるで。そういう人がいるんだ。あ、もうそれわかる気持ち。王さんとこの次女じゃないかな。あ、そうなの、ワンちゃんの。王貞治さんの。そうだよ。
だから、あ、でも すごいわかる。だってリーヌがもしね、旦那さんだったらすっごい、もうすぐ離婚するもん。上等だよ。結婚しないもん、絶対。あ、嬉しい。本田医師も上等だよ。上等だよ。本田医師的にも上等だよ。そんな、そもそも王里恵な、あんたのお前もともとお父さんの実家はお前仲介なんだからよ。そんないちいち言ってやんなよ。王里恵じゃないです。リーヌか、リーヌか、そっかそっかそっか。あんたも本田医師じゃないです。あ、そっかそっか。私、包茎の手術してないんだっけ。はい。あ、そっかそっか。ちょっとよくわかんないんだけど、その話は。あのね、とにかく、文句あるんだったらさ、うん、じゃあどっか行ってくれよ。いや、確かに。はぁ。え、ここみんなの場所なんですけど。そう、ラーメンとかはどう食うんですか。そうだよ。ラーメン、ね、ラーメンは、いただきますってして、うん、麺を揚げて、レンゲを使って、こうぐるぐるってやって、スープちょっと入れて、って冷ましてからパクってさ。お前さ、ラーメン屋のさ、お前さ、お父さんの娘なのによ、そのダメだろ。オーリエじゃないです。本当のオーリエじゃないです。リーヌか、はい、言ってることはオーリエなんですけど、はい、じゃあ落語家、落語家ね。ほらそばな。あ、もうだからリーヌ落語聞かないもん。じゃあリーヌさんが落語家でそのそば食うシーンだとどうすんのよ、ね、だからじゃあちゃんと上手下手やって、ああ、ラーメンがうまそうだな。なんでラーメンは現代落語じゃ、創作落語じゃないか。そば食えよ、そば食えよ。お知見でもあったんだっけ。いや、上手下手ちゃんとやってくださいよね、大将と。ああ、ね、これラーメンだよ。しっちゃかめっちゃ、いただきます。うまそうだな、おいしい。落語でやってくださいよ。落語で見たいんですよ。落語で見たいんだよ。落語で見たいんですよ。じゃあ落語で見たいんですよ。いらっしゃい。正座し、ね。完全もう、私のこれすする音に文句言うんだったら、落語でそばやってくれよ。そこまでしなきゃいけない。そういうことだよな。はい。いらっしゃい。一人で。お嬢ちゃん、その、てきたのがいい。手ぼがあるぞ。おい、ラーメンでいいかい。そば出してたろ。あいよ、温かいうち食べな。つまんなそうな落語だな、これ。ほっぺたが落ちるくらい美味しいわ。だから落語やれって。落語やれって。落語しろっつってんだろ。こっちは。こっちは。こっちは落語し、落語しろっつってんだろ。落語してくれよ、リーヌ。リーヌ。ありがとう。ほら、できたよ。落語しろよ。なんでよ。落語してたじゃん。まあいいよ、じゃあ、まあ、でもさ、そのさ、うん、落語もできないのにな。人にそう、ずるずる。ね、文化だよ、文化。いいのよ、うまそうだろ、このこっちがうめえんだよ。もうそんなんだったらどっか行ってほしいよ、ほんとに。マナー違反だから。まあ、うめえだろ、これ。あ、入れねえな、これ。だって、上田屋にだって文句言うんだもんな。CM のな、そう、だから CM でもズルズルやめてほしい、ほんとにもう。もっと、もう全国でも禁止にしてほしい。そういう法律を作ってほしい、もうリーヌは。みんな聞くなよ。出てけ。出てけよ。そうやって食べるんでしょ、みんな。どうやって、男の人をそうやって食べて、もう本当に嫌だ。あれやめてほしいよ。主語でかいな。ちょっともうどっか行って。それかもう鳴らさないか。食い終わったらね、リーヌはこれ食べるんで、あの本当に耳なし放置にしてやろうかな。鳴らさないでください、迷惑なんで。はい、はい、最悪、本当にうるせえな、本当に。それないよ。それいいの？ねえ、リエさん、うっ、ベシベシ君。リエさん、こます。リエ、リエっち。リエさんはこれしないんだけど。ああ何？リーヌ。何？それはいいの？何それはって。音。食欲失せるなぁ。あ、やだ、すっごいやだ。ちょっと音かき消してくれ、それで。ああ、本当にやめてほしい。嘘だろ、麺とご飯が互角のことなんだ。音だよ。うわ、自覚ねえんだ、この人。もう本当なんだ、自覚ねえんだ。ごめん、ベシュ君。はい。書き消せなかった。そうですね。
俺からは見えるんですけど、やっぱちょっとあの口の中に中島みゆきがね、本当に、はい、中島みゆきが何あっち行きましょう、もうダメだ、あっち行きましょう、あんたも勝ちだ、負けだよ、意味わかんない、ちょっとツナマヨ落語とかあります、ツナマヨ落語な、ああ小腹すいちゃった、お嬢ちゃんどうしたんだい、うん、時代背景どうなってんだよ、帰る家がなくて何も食べれなくて、だったらこれ食べる、その座布団から移動しすぎじゃないですかこの落語家、えめちゃくちゃ移動してもらえないです、ツナマヨに入れて座布団から、いいんだよ座布団、座布団ないんだよこの落語家、ソファーね、いいんですか、本当そのソファーのままやってる、じゃあ言葉に甘えてソファー落語ね、うん、おいしいです、よかったね、つまんねえな、この教訓もないのよ、この落語がその魔法カード発動、強制チャンネル登録、ライフポイントを4000払い、チャンネル登録をさせる、13456789911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